2月11日、香川県埋蔵文化財センターと丸亀高校の生徒が合同で、国史跡木山城跡の合同踏査を実施しました。まずはじめに、埋蔵文化財センター所長の西岡達也さんが、この日見学するコースを説明しました。一行は木山の山頂を出発し、山の東側を歩きながら、木山に残る山城の痕跡を見学して回ります。この合同踏査に参加したのは、丸亀高校の社会部と地学部の生徒11人です。社会部と地学部は定期的にフィールドワークを行い、地元の歴史や地質を現地で調査するなど、精力的に活動しています。今回は香川県埋蔵文化財センターの声かけもあり、専門家を加えて共同で踏査する運びとなりました。一行は県道を外れ、山城の痕跡が残る山道に入っていきます。案内をするのは、長年木山の歴史を研究し、地域の皆さんと山道の整備もしている梶秀則さんです。梶さんはコースのところどころで足を止め、石類やホロソイ石など今も残る歴史の足跡について生徒らに説明していきました。シーソーの支柱、ここに棒があってシーソー買ったんばったんですよね。この分のこのへこんだところを掘るそうです。これはここまで運んできてな、はい仕事やめーって、今から行くよって、もうみんな一斉にバーンとやめて、それでこう今現状ある。だから現状にあることも考えたら面白いですね。それでこういうの、こういうのがね、あっちこっちあります。いろんな木山の歴史とかがあって、ただの山じゃなくてちゃんと城として機能していると思いました。ここにお城を作ったっていう時の歴史的な地形的な観点として、すごいいい城だったんだなっていうのを、いい地形だったんだなっていうのを再認識できました。今日は晴れてる。自分たちがその学校の授業とかで歴史の教科書とかで見てきたような歴史とかも、なんかこういろんな人とかがこうやって外に出て実際に検証をして、ちゃんと研究をしてきた結果がこうやって自分たちが今学んでる歴史なんだなっていうのを、こうすごくよく分かった気がします。今回の合同踏査では、定石だけでなく、木山がかつて火山であった証拠ではないかと言われる礫岩の見学もしました。社会部と地学部を兼ねている生徒もおり、興味深く観察していました。これは谷底に向かって、ね、礫岩はね、こういう小石を巻き込んでるんですね。岩盤ができとって、それがこう削れて小石みたいになって、そこに次の火山の噴火したやつがそれを巻き込みながら一緒に固めちゃった可能性があるんですね。香川県埋蔵文化財センターでは、地元の歴史に目を向ける人材を育てるためにも、引き続き合同での活動を続けていきたいとしています。